おはようございます。カスタムプロデュースの安藤です。はい、今日はですね、大分県九十スキー場、合ってる、九十森林公園スキー場に来ております。今日はですね、九州エリアの、ショップ合同試乗会に呼ばれてきております。これね、メーカーさんのね、元ライダーの僕の大先輩ですよ。ちょっと紹介したいと思います。はい、紹介お願いします。あー、はいはい、それ乗っちゃうからね。今流れ的にすごい寒いですからね。はい、お願いします。うわー、よくサラも上げてるよね、こういうのね。上げてる、あのね、お兄ちゃんが巻き込まれてるの、うん、これ巻き込み、巻き込みです。巻き込み、もらい事故です。もらい事故、もらいたくねえなー。じゃあ改めまして、あ、どうも、アメヤの安田です。一応ね、一応ね、正式に言うと、カスタムプロデュースの、はい、この道路なんですかね、西エリアをご担当なんですか。そうですね、自分はあの西、まああの東海から西エリアを担当してる営業ですね、自分は。安田大先輩です。よろしくお願いします。で、今日ね、まあ喧嘩売られてました。おいおい、ちゃうやろちゃうやろちゃうやろ。この時点でね、動画向きですよ。そうやな、俺は言われてんな、はい、そうだ、会社から前に出るなって言われてるから、あんまり出たくないねんけど。で、出る必要ないです。ただ今日はちょっと緊急企画で、勝手にな、この勝手に緊急企画、九十森林公園スキー場なんですけど、ダブルダウンがあるらしいんですよ、レールがね、みたいな、こういう階段みたいな。そうそう、すごいよね。それをおっさん二人がガチでどっちが先に抜けるか企画。いやいや、テンション、ね、カスタムプロデュース、もうキャピタユニオン、D ラックスですよ。おーおーおー、スタンストックス、イケてるブランドの集合体ですよ。で、その代表として、代表、そう、カスタムプロデュースの地場って呼ばれてますから。まあ、そうやな、もうジブしか見てないからな。そう、うん、ストリートとジブしか見てないから。だから、おっさん2人がガチで勝負。でも毛が良くないんで、あんまやりすぎ良くないじゃないですか。もう抜ける抜けない別にして3本勝負です。3本ね、はい、怪我には気をつけて行きましょうね。頑張りますって言ってもだ。ということで、今日はよろしくお願いいたします。はい、ということでリフト乗りました、1本目ですよ。はい、まあチェックですね。そうっすね、そうっすね。はい、そうそう、一番あれやな、怖いわ。怖いわ、ほんまにぶっちゃけ。そうで、うん、ただ滑りだけなんで、今日乗ってるボードまで紹介してほしいなと思って、はいはいはい、今日はこれですね、じゃん、ヤスさんのセットアップですよ。まあ、ボードとバインちょっと集中しようかなと思ってて、モデルの紹介してほしいんで、ボードは何ですか。これ DOS です。 DOS、 バインディングは、バインディングはコンタクトプロ、コンタクトプロ、はい、なんかのコラボ、これはね、そう、スコット・スティーブンスでキャプターのライダーの、ユニオンのライダーの、まあ、コラボ。なるほど、うん、それって、うん、やる気満々ってことじゃないですか。そうそうそう、そう、そこだけはね。じゃあ、うん、DOA ってどんな板なんですか。 DOA は、まあまあまあ、あんまりあれやけど言いたくないけど、ボールラウンド、本当に強烈キックからフリーランからジャンプまで、本当にトータル的にバランスの取れたボードで、まあ、やっぱり一番人気。じゃあフリースタイルど真ん中の、ど真ん中、そうやね、ツインチップ。あ、なるほどね、うん、ツインチップでフリースタイルど真ん中なんだけど、まあ、何でもできるよと。そう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 、で、ほんとこれ何年ぐらいあるの、ずっとね、長年やっぱりキャピタンの中では王道の、いや、そうっすよね、モデルかな、はい。じゃあそれに合わせるユニオンのモデルが、うん、コンタクトプロ、今回はコンタクトプロ、スコット・スティーブンスシグネチャーのコンタクトプロで今回は臨もうかなと。このセットアップはおすすめなんですか。そうやね、まあコンタクトプロ自体がもう軽量で軽いから、あ、うん、
ラスブッシングがソール面についててミニディスクってディスクが小さいのね。ミニマムコンタクト。そうよく知ってる。19セッチ面 19%。 おお、そう当たってる。素晴らしい。まあだから足の裏までこうフィーリング感じれるから、うん、なるほど。まあ、今回鉄に乗った時だったりとかにも足裏感じれるようにっていう気持ちだけで、ライン取りね、気持ちだけで、気持ちだけね。そう、なるほど、うん、ちょっとまずね、勝負する前に1本追い取りしたいんで。あ、そうやね、そうやね、はい、お願いします。はいはい、あ、俺だけの商売でいいの、そっちの。よくね、僕らみたいなブランド知らんと思うけど、うんうん、よく DOA と比較されてるのがこのハックナイフ。これなんですよ、ハックナイフね。ハックナイフっていうモデル。これはね、これもツインチップで、まあ、フリースタイルど真ん中で何でもできますよっていうモデルで、そうで、ミニマルコンタクトとはちょっと違うんだけど、やっぱ足の動きが出る。知らないと思うけど、ホログラムっていうね。あ、ホログラム、シャドウフィット。あ、シャドウフィットね。おー、こんなんですよ。こんなんですよ。待て、何、そう、こんなんですよ。いや、業界をフィットね。いや、業界を代表する、ね、業界を代表するブランドの人がこんな知らへんくせに適当なんですよ。いやいや、知ってるよ。あの、20% でしょ。意味が、何が19% で 20% 何が。まあ、ということで、まあ、こんな感じのすごいね、面白い人なんですよ。先輩なんですよ。面白い人なってね、先輩なんて。え、膝悪いんですか。そうですね、もうこれ取ったらあかんね、取ったらあかんね、ほんま。言い訳になるからあれやけど、この去年、半月板を2回手術してんねやんか。そうなん。そうまあまあ、昔の滑りがたたってやと思うけど、でまだ痛いんやんか。だからまあ、言い訳です。でも無理だけはしないように。44にはしない。40オーバー、もう、え、43の年っす。あ、そっか、そうじゃあ2人で専用に。まあ撮ってますけど。ちょっとやめて、言い訳になるから。だいぶあ、白っこいっすね。お願いします。
やばいっすね。初抜き、初抜き。よかったっす。よかった。ということで、これ見して。キャピタの DOA とコンタクトプロ。そして、ハックナイフとシャドウフィットのホログラム。まあ、同じぐらいのポテンシャル。ね、こんな俺でも、一体乗る前抜けたっていう。何歳？44歳。43になります。初抜きです。それでもクリスタイル。イエーイ。ということでありがとうございました。で、あの協力してくれたもう九州エリアのね代表たちをちょっと、どうも本当ね、ありがとうございました。いや最高でした。ちょっと後ろの方もちょっと聞いてください。ということで、もう僕らのおっさんのね、おっさんのこう戦いに協力していただいたもう九州代表たち。ちょっと自己紹介軽くお願いします。おーさすがにプレイカード、プレイカードをやってます。山口さん、プレイカードのお客さんの岩倉。あ、いいですね。岩倉でございます。ありがとうございます。古墳の肌です。あ、じゃあブレイクアウトクルーだね。いや、九州エリアはね、熱いお店いっぱいあるんで、ちょっとね、今日触れれてよかったです。本当にありがとうございました。じゃあ4人ともスノーボードの勝手に無茶振り企画に参加していただいてありがとうございました。